皆さんこんにちは、この度は大学院環境情報学部の入試説明会にご参加いただきありがとうございます。私は環境情報学部長の四方です。本日は、入試説明会におきまして、まず私から、大学院環境情報学部の概要についてご説明したいと思います。その後、学務委員長の岡島先生から入学試験の内容についてご説明していただきます。それではまず本大学院の概要についてご説明いたします。環境情報学部は平成30年度に以下の3専攻を設置し組織改編いたしました。専攻は3つありまして、人工環境専攻、自然環境専攻、情報環境専攻になります。環境情報の、理念は、安心安全の、持続可能社会を創生するということでございます。特にですね、学府の、名前にもついていますように、環境と情報に関する学術領域を基軸としながらも、その関連する学際的領域、学際的と領域というのは、いろんな分野の複合した領域ということなんですけれども、そういう領域における、先進的かつ実践的な、教育研究を行っている組織です。そのため、一言でその特徴と言いますと、まずは環境と情報が基軸となって、そこからいろんな世界の、教育を展開するということ。そして、専門分野だけではなく、分野連携、分野融合ですね。特に分離融合という、ことを、重点的に推進しています。そのため、本学部の学生さんは、自分自身の専門領域だけでなく、その周辺領域やあるいは分野の異なる人とも、コミュニケーション能力を養ったり、あるいはそれ以外の分野の知識も、獲得できたりします。こういうその、学際的分野の教育を受けることによって、本学部修了後はですね、社会の即戦力として、活躍できるということの、活躍できる人材の育成に、努めています。各専攻の構成と、入学定員です。まず博士課程前期、いわゆる他大学では修士課程ということもありますけれど、マスターですね。3専攻合計の定員が173名です。それに対しまして博士課程後期ドクターですね、これが合計33名ですね。で、各専攻ごとの、内訳を、ご説明しますと、人工環境専攻においては博士課程前期が75名、後期が15名です。自然環境専攻に関しては博士課程前期が33名、後期が6名です。情報環境専攻におきましては博士課程前期が65名、後期が12名ということになっています。カリキュラムと育成人材像です。先ほど、申し上げましたように、本学部の特徴というのは、自分自身の専門分野をもちろん、しっかりと習得するということなんですけれども、その周辺分野や、かなり遠い分野ですね、例えば理系であると文系の、分野、そういう要素も一緒に学べるというようなことが特徴です。これが、そのカリキュラムにも反映されています。学部共通科目として環境情報リテラシー科目というものと環境情報ジェネリックスキル科目というのが平成30年度の、組織改編で設置されました。新たな、学府の中でこの2つの、2種類の科目は、まさに環境情報の特徴を表していまして、まず、環境情報リテラシー科目ですね。これは8つの、科目群がありまして、
これは一つのテーマに対して学際的な分離融合、異分野融合的な視点で、さまざまな先生が、講義されます。これを習得することによって学生さんたちは専門分野だけに埋没せずに学際的な分離融合や異分野融合の視点を、獲得することができ、また、この8つのテーマはそれぞれ、環境情報学府の目指す持続可能社会の創生というところに、つながっています。今社会でどういう課題があり、それをどういう学術的視点から解決して社会に実装するのかということがいろんな視点から学べるということです。また環境情報ジェネリックスキル科目というのは、本学では実践的な、教育研究を推進していまして、特にイノベーションの創出ですね、それと、グローバル化、この2点を重点的に教育する科目になっています。例えばイノベーション創出におきましては、ビジネスモデルや科学技術の社会実装における課題を、複数のメンバーで協議して行うことによってイノベーション創出の活動を体得できます。そしてグローバル化演習においてはですね、世界を舞台として活躍できる人材として持つべき、素養の育成を目的としていまして、学生さん自身が、グローバル化、つまり、いろいろな異文化や習慣、そして、英語によってさまざまなコミュニケーションを円滑にするような、ものをですね、企画立案したりしまして、その中で、学府として単位としてお認めするというような状況です。このイノベーション創出とグローバル化の観点から、この共通科目が設置されていて、それ以外にも各専攻ごとに専門分野の、科目であり、また周辺分野の科目を習得することによって幅広い、知識とスキルを、身につけ、自らこう課題解決できるような人材になるということを、カリクラムの中で、考えています。ちょうどこの左の絵が、各専攻は3つあるんですけれども、バラバラでなくっていろいろと融合しながら、異分野の人たちの考え方を取り入れて、切磋琢磨に学んでいくというような、図になっています。それではここから各専攻の特徴についてご説明したいと思います。まず、人工環境専攻は、人と物が作る環境の安心安全を目指して科学技術の社会実装における課題を発見し解決に導ける人材を育成しています。各専攻それぞれ環境と情報という視点から、特徴がありまして、まさにこの、環境の視点からは、この専攻では科学技術の社会実装や安全なシステムの設計、政策立案などを行うための方法を学びます。また情報の切り口としては、安全なシステムの制御や地域住民の意見集約などに活用できる情報技術を習得するなど、さまざまな、専門性に合わせて、情報と環境という切り口から学びます。取得できる、学位に関しては、修士博士それぞれ工学、環境学、学術という3種類があります。これは習得する、科目群、そして学生さんの、修士論文もしくは博士論文の内容に合わせて学位が選定されるということになっています。次に自然環境専攻についてご説明します。この専攻では生態系や地球環境の保全のために人間社会との関わりを視野に入れて問題解決を図れる人材を育成しています。先ほどの専攻のように、まず環境の視点からは、これは我々の生活の基盤となる自然環境に対する深い理解と環境保全や環境評価の方法を学びます。情報の切り口としては、地理情報システムや生態系シミュレーションなどに活用できる情報技術の習得を目指します。
各、教育分野の修得によって、取得できる学位は修士博士3種類ありまして、環境学、理学、学術ということになります。特にこの理学が赤で書かれていますが、平成30年度の改装後に新しく設置された学位であります。最後に、情報環境専攻についてご説明します。この専攻では数理化学や情報学の手法によって蓄積されたデータを解析し、社会的価値を創造することのできる人材を育成します。環境の切り口としては、情報システムの設計、災害シミュレーションに必要な環境、社会に関する知識を学びます。また情報の切り口、これはこの専攻の、名前にもなっていますが、まあ、先端的な情報技術、情報セキュリティやデータサイエンスなどの知識と技能を習得します。まあ、ソサエティ 5.0 とか、世の中では言われていますが、まあ、まさにこの専攻ではそういうことを目指しているという内容でございます。習得可能学位に関しては、学生さんが、主に学ばれた内容に応じて、修士博士それぞれ情報学、理学、学術の3種類があります。この理学に関しても平成30年度の、組織改編以後に設置された学位となります。まあ、以上のように3専攻それぞれ特徴があって、それぞれの専攻が情報と環境という切り口からさまざまな関連する知識習得やスキル習得に習得できるようなカリキュラムの用意をしています。それではこの後、入学試験の内容に関しては学務委員長の岡島先生からご説明があります。学務委員長の岡島です。ここから大学院の入学試験について説明します。募集要項は環境情報学部ウェブページで配布中です。冊子体の募集要項はありません。環境情報学部ウェブページ入試情報募集要項とたどり、募集要項並びに各様式の電子ファイルを入手してください。各様式は片面印刷をして使用してください。今回の入試に限り、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う特別措置を行いますので、詳しくは募集要項を参照してください。何かわからないことがありましたら、環境情報学部係へ問い合わせてください。募集対象には、令和3年度10月入学と令和4年度4月入学の2種類がありますので、どちらかを選択してください。令和3年度10月入学については、博士課程前期、博士課程後期とも若干名の募集となっています。令和4年度4月入学については、博士課程前期、一般学生選抜が173名、社会人特別選抜、国費留学生特別選抜は若干名となっています。また、博士課程後期の一般学生選抜は33名、社会人特別選抜、国費留学生特別選抜はともに若干名となっています。一般学生につきましては、特別選抜と筆記試験等選抜の2種類があります。特別選抜は前期のみにあります。これは成績優秀者に対する試験で、書類審査と口述試験のみの選抜となります。また一方、筆記試験等選抜は、これは通常の試験になります。書類審査と筆記及び口述試験が課されます。また社会人特別選抜、国費留学生特別選抜については筆記試験はなく、書類審査と口述試験だけとなります。博士課程前期の特別選抜と筆記試験等選抜の今後のスケジュールについて説明します。
まず願書は令和3年6月16日から22日の間に提出してください。特別選抜を希望する方は左側の丸1の流れになります。特別選抜受験資格通知発送が7月の2日にありますので、その結果合格している方は特別選抜を受験することができます。特別選抜は口述試験のみで7月13日から14日に実施されます。そしてその合格発表は8月の6日にあります。また、筆記試験等選抜を希望する方は右側の丸2の流れになります。試験日程が8月の6日に発送されますので、筆記試験、口述試験を8月20日から21日の間に受けてください。その合格発表については9月の7日になります。なお、特別選抜を希望された方で有資格者とならなかったり、不合格者となった場合には、筆記試験等選抜を受験することができます。入試出願資格の特殊例について説明します。この場合、事前審査が必要となります。博士課程前期と後期で出願資格や書類提出期限が異なりますので、募集要項をよく確認してください。例として博士課程前期について説明します。そこにありますような条件を満たした方で、前期課程を受験したい方は、令和3年5月24日から26日の間に、本学環境情報学付係に必要書類を提出してください。また、社会人特別選抜につきましても、事前審査が必要となります。博士課程前期後期で出願資格や書類提出期限が異なりますので、募集要項を参照してください。例として博士課程後期について説明します。募集要項15ページを参照してください。官公庁、会社、非営利団体等に正規職員として2年以上勤務されている方、この方は社会人特別選抜を受験することができますので、令和3年6月28日から30日までに本学の学付係に必要書類を提出してください。出願に際しての注意事項です。願書を出す前に必ず希望する指導教員とコンタクトを取り、十分相談してから出願してください。入試の具体的な実施方法については募集要項をよく読んでください。外国語の試験は全選考で TOEIC または TOEFL のスコアを利用して実施します。入試に関する問い合わせは募集要項表紙裏面に記載されている各選考の問い合わせ教員または環境情報学付係まで連絡してください。TOEIC、TOEFL のスコア利用について説明します。外国語英語の試験は全選考で TOEIC または TOEFL のスコアを利用して実施しますので、受験者は学科試験当日の学科試験 1A の試験開始時にスコアのうちベストのスコア証明書、これは原本です、を提出してください。対象となる試験は、TOEIC リスニング&リーディングテスト、TOEFL IBT、TOEFL IBT ホームエディションになります。また、今回の入試に限り、スコア有効期限の要件はありません。また、これらの提出がない場合には、不合格となりますので注意してください。TOEIC のスコアの換算については、ここに記載のあるような換算方法を用いて、外国語の点数とします。また、TOEFL IBT スコアの換算については、ここにある換算表を用いて、外国語の点数に、
変換します。次に入学後のカリキュラムについて説明します。博士課程前期の研究指導プロセスを示します。前期課程の場合には1年次と2年次があります。入学後、指導教員グループが発足します。本学府の場合は指導教員として責任指導教員1名と指導教員1名の2名体制の指導教員グループとなっています。その後、専攻共通の演習を中心に履修を行います。また2年になりますと教育プログラムの演習が始まります。最終的には学位論文執筆指導になり、最後学位論文審査および最終試験が実施され、学位取得という形になります。また途中にはワークショップという授業があります。環境情報学部の授業科目について説明します。これは博士課程前期に関するものです。大きく3種類の授業の枠組みがあります。まず1、環境情報リテラシー科目、それから2、環境情報ジェネリックスキル科目、それから3、専門教育科目があります。それぞれ履修に必要な単位数がありますので、それを履修することで終了することができます。またここには博士課程後期の研究指導プロセスを示します。入学後、指導委員会の発足があります。これは責任指導教員1名と指導教員2名の3名の指導委員会を発足するというものになります。1年次、2年次、3年次が標準の年次になっています。最終年次には博士学位の論文執筆指導、そして予備審査会、そして博士学位論文審査と最終試験が実施され、すべてクリアすると学位取得という形になります。また途中にはワークショップという授業が入ります。博士課程後期の授業科目です。先ほどの前期課程のものとほぼ同じですけれども、2のジェネリックスキル科目の研究の心得や、3番専門教育科目のコア講義科目、専門講義科目については履修の必要がありません。それから長期履修制度というものがあります。これは職業を有している等の事情により標準就業年限、前期課程の場合には2年、後期課程の場合には3年ですけれども、これを超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することが認められたもののことを言います。長期履修学生に認定された方は一般の学生とは異なり、就学年数に関係なく標準就業年数、修士だと2年、博士だと3年分の授業料で就学することができます。また短期修了というシステムがあります。博士課程前期の場合は標準は2年間ですが、研究業績が優れたものに対して短期修了を認めています。この場合、前期課程に1年以上在学すれば足りるものとし、短期修了が可能となります。また博士課程後期につきましては標準3年間ですけれども、本学府では研究業績が優れたものに対して短期修了を認めており、この場合の在学期間に関しては短期後期課程に1年以上在学すれば足りるものとします。
ただし、博士課程前期と後期を合わせて3年以上の在籍が必要になります。また、日本学生支援機構奨学金、授業料免除、リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント、環境情報学部女性院生研究支援奨学金、日本学術振興会特別研究員などの経済支援制度も用意しています。本日は入試説明をご聴講いただきありがとうございました。質問等がありましたら下記までお問い合わせください。